MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今日もポケットにやってきております。今日も言うても結構久しぶりなんですけれどもね、7月は本当に、お仕事の方がおかげさまで、本職の方というのかな、忙しくて全然ラジコンやってなかったんですけれども、今日は久しぶりにポケットで走行ということで、これ TC01 なんですけれども、これ、持ってきたのはいいですけど、やるかどうか実は全然もう分かってなくて、今日なんとか頑張って5本撮りしようかなって今準備してるって、もうすでにオープニングだけでもめっちゃかぶってるんで、はい、TG10 とか、それから TRF420X とか、あとは TT022 に TA08、 ここまではちゃんと走らせる準備というのはもう整ってるんですけど、これに関してはもうほんと持ってきただけなんですね。ただこの間タミグラが結局あれは中止になったのかな、なんかそんなんで、これ準備してたんですけど使えなかったという車、そのままの状態で一応だからメンテして置いといたという状態なので、バッテリーだけ乗せればもちろんね、走るのは走るので、タイミングさえ合えば5本目の今日と5本撮りできればというもので、一応オープニングだけ撮っとこうかなという感じなんですけども、これが世に出るかどうか分かりませんけれども、はい、タイミング合えばやってみたいと思います。お、この車はめっちゃ速い父ちゃんだ、追っかけようなんだ今の入りはTC01 です。 TC01 で追いかけられるかどうか、仕様としてはだいたい一緒なんですよねこれね。うん、15.5 ですし、タミチャレタイヤでリフェで、多分ね同じぐらいなんですよ。痛い当たり方、すみませんせっかく待ってくれてはったの。おっしまった、待ちすぎた。
たい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 と。やっぱり車の動きの特徴ですかね、あそこが。いつでも相手しますよ。すいません、すいません、ありがとうございます。よし、ありがとうございました。